はい、当初の予想通り時々孤独な気持ちになっていますでもまあ、他のねアンサンブル的なこの傘を持って踊ったりとかそういうシーンもあるので気は紛れていますけれども、基本全編を通してみんななんか一致団結して俺だけってちょっと思ってます。傘だけおしゃれな人はいない、傘がおしゃれな人は他もおしゃれ、かっこ格言風普通のことを言っています。でもそう思うでしょ。傘は多分最後だと思うんだよね、おしゃれをするときにはね。だから傘がおしゃれな人は大体靴も服も全部おしゃれだと思います。セリ、一つの命。君にはどんな世界が見えてるの？